今回もちょっとディスらせていただく、大変恐縮なんですけどディスらせていただく、内容になってまして、皆さんこんにちは。株式会社ウェルスパートナーウェルスソリューションズ代表の瀬国地です。この動画チャンネルでは資産運用に関するさまざまな情報を発信しております。最近は LINE の公式アカウントも開設しまして、投資運用に役に立つ情報であったり、LINE の限定動画であったりも定期的に配信しておりますので、ぜひそちらもご登録ください。それでは本日の動画のテーマは、金融庁も認めた金融資産の劣等性仕組み債といった内容でお届けをしたいと思います。はい、この動画チャンネルでもたびたび取り上げさせていただいている、仕組み債、仕組みのついている債権についてのお話になるんですけれども、今回もちょっとディスらせていただく、大変恐縮なんですけどディスらせていただく、内容になってまして、もう私なんかですね、この仕組み債ちょっとディスりすぎてですね、業界では、仕組み債が原因で親を亡くしたんじゃないか、親を殺されたんじゃないかみたいなこう噂になってるぐらい、ですね、私いろいろこう悪く言っちゃってるんですけど、ただ今回はですね、私じゃなくて金融庁が言ってるんですね。金融庁が仕組み債に投資する意味はほぼありませんというふうに、ちゃんとレポートにまとめて言ってるんですね。はい、具体的にはですね、資産運用業高度化プログレスレポート2022年版っていうのが、ありまして、これはまあ資産運用ビジネス全体の課題を取り上げたりとか、あとはもっとこうした方がいいんじゃないかっていうような、問題定義みたいなのをしてるわけなんですけど、いろんな項目がある中で、仕組み債っていうのがその一つの項目としてあって、そこでまあいろんなこう分析をしてですね、はい、お客さんがどういうふうに投資してっていうのを金融機関にヒアリングして、それをまとめたものとかですね、分析した上で、意味がないというふうに言ってるわけですね。はい、まあ今回はですね、その主にレポートをですね、元にして、こういうふうに金融庁は、考えているということとか、仕組み債は、こういうふうに、ダメなんだとかですね、あとは、こういう理由だから投資する意味がないというふうなお話をですね、中心にしていきたいと思います。先にですね、仕組み債って今回言ってるのは、EB って言われる EB 債っていう、株価がすごく下がってしまうと、株式になって、お金が戻ってくるっていう性質のですね、仕組み債。はい。仕組み債もいろんな種類があるんですけど、その EB 債っていう株に転換するような、仕組み債についてお話しているというふうに理解していただければと思います。はい。で、こちらですね、このイラスト、リターン分布となってるんですけど、金融庁がですね、いろんな金融機関でいろんな仕組み債を持っている方にヒアリングして、364件ですね、4本の仕組み債について、結果をまとめたんですね。でその364本の仕組み債が最終的にどういうパフォーマンスになって、どれぐらい損したかとか利益が出たかっていうのをまとめてですね、はい、こういう分布図にしたものがこちらになりますと。で見ていただきますとですね、この棒グラフ、オレンジ色の棒グラフっていうのがどれぐらい利益、損失が出たかっていうものなんですけど、右の方見ていただくとですね、5% から 15% ぐらい、はい、利益が出てる割合が多いですよね。特に 10% をであったりのリターンのものが多いので、これだけ見るとですね、あ、なんか悪くないかなと、いいんじゃないかっていうふうに思うかもしれないんですけど、問題はですね、左下の方ですね、左下の方の損失がすごく大きいものですね、マイナス80数パーセントからマイナス 5% ぐらいのものを見ていただくと分かるように、数は少ないんですけどものすごく大きな損失になっている、ものが大きい、多いんですね。はい、そこはまあ仕組み債の問題点でして、金融庁なんかは、ここに書いてありますけど、損失率の裾野が広いというふうに表現しますね。はい、つまり、儲かる確率はそれなりにある仕組み債はあるんですけど、はい、この右側の棒グラフを見るとあるんだけれども、失敗してしまった時にものすごい損失を抱えてしまう、出してしまう、リスクがあるというのはこの仕組み債というふうにこのイラストを見てですね、言ってる、表現しております。で、このですね、いろんな仕組み債本数をですね、平均化した、で、数値にまとめたものが、この左上、青いですね、はい、マトリックスでございまして、平均の年率のリターンでいうと、プラス 3.2% ですね、はい、なってますと。で、標準偏差っていうのはリスクですね、どれぐらい振れ幅があるかっていうのは 15% ってことなんで、プラス 3.2% のリターンに対して、上下 15% ぐらいの振れ幅がありますと言ってるわけですね。で最大で儲かってプラス年率で 32% で、一番損してしまうとマイナス 84%、はい、っ
ていうのがですね、この統計上の、はい、データになりますということなんで、やっぱりこう失敗してしまった時のリスク、ダメージがこの仕組みサイトは大きい、 EB サイトというのは大きいというのがこちらを見るとですね、分かるのかなと思います。はい、で次はですね、リスクとリターンの比較といいますか、これは分布図になってますね。このイラスト、縦がですね、縦がリターンで横軸がですねリスクになってますと。じゃあ EB はですね、まあ、さっき取ったデータそれを当てはめてるだけですけど、リスクが 15% ぐらいでしたよね。でリターンが 3% ぐらいなので、はい、このオレンジのですねところ中心ぐらいですねになりますと。はい、ただですね、他の資産を見ていただきたいんですけど、まあ、他の資産を見るとですね、EB よりもリスク値利のですね、リスク値値利のリターンがいいわけなんですね。このオレンジ色のこう線があるわけですね。0と0からこの EB 債結ぶラインがあると思うんですけど、ここよりも上だとですね、ここよりも上だと、リスク、1リスクあたりのリターンっていうのは、この EB 債よりも良くなるっていう理屈なんですね。なので、ほとんどのですね、いろんな各資産、いろんな資産の種類があるんですけど、いろんな資産含めて、この EB 債っていうのは、リスク値あたりのリターンが他の資産よりも悪いということで、まあ、金融資産の劣等性というのは僕はこういうところからですね、お伝えしているわけですね。まあ、ご参考にですね、外国債券、はい、外国債券なんかは、リスクがですね、だいたいこれだと 8% くらいですか、 8% でリターンがですね 3.5% くらいですかね。はい、なのでリターンはだいたい一緒ぐらいですね。 EB とリターン一緒ぐらいなんですけど、リスクで言うとですね、EB15% ですから、この外国債券半分ぐらいですよね。はい、半分ぐらい、8% ぐらいなので、はい、全然こうリスクとリターンが見合ってないわけですね、EB 債の場合は。で、他にも例えばまあ債券で比較するのがいいので、米国ハイイールド債見てみましょうか。米国ハイイールド債はリターン高いですね。 5% ちょっとぐらい、はい、5% ちょっとぐらいでリスクが、13% ぐらいですか、はい、13% ぐらいなので、 EB はですねリターンが 3% でリスクが 15% なわけなんで、はい、ハイイールド債と比べるとですね、リスクは、大きいけどリターンが小さいっていう、はい、まあ、経済合理性がないってことですね。はい、っていうのがですね、はい、EB の、はい、立ち位置といいますか、他の資産と比べた時のリスクリターンのですね、はい、比較でございます。はい、と、はい、いうところでですね、この仕組み債について最後まとめます。まあ、これ私の意見も入ってるんですけど、まあ、主に金融庁がまとめたそのレポートの仕組み債の部分のところを切り取ってですねお伝えしているというふうに認識いただければと思います。はい、4つありまして、1つ目、発生頻度は、少ないものの損する確率っていうのは低いものの、その損した時にものすごい損になると、大損することがあると、はい、いうのがですね、やっぱり仕組み債、EB 債の特徴なのかなと思います。はい、これ一つ目ですね。で、二つ目。さっきのですね、分布図見たら分かるように、リスクに対するリターンが見合ってないわけですね。他のあらゆる各資産見て分かるように、それ、リスク対比のリターンがですね、合ってないですよね。他の資産の方がリスク対比のリターンが全部良かったじゃないですか。はい。なので、その EB 債に投資する経済合理性っていうのが、見出せない可能性が高い。っていうのがですね、二つ目なのかなと思います。はい。で、三つ目がですね、コストですね。コストも高いんですね。はい。実質コストを年率換算すると、8から10% ぐらい程度に達するであると。いうなのも、金融庁のレポートにありました。私が勝手に言ってるわけじゃないですよ。はい、金融庁のレポートには大体年間ですね、8から 10% ぐらいが、金融機関の手数料になっているということで、毎年ですね、8から 10% の手数料がこう発生していて、勝ち続けられる金融資産ってありますかって、まあ、話ですよね。アメリカのですね、長期金利が今 3% なわけですから、ここで実質コストですね、8から 10% かかってですね、毎年安定的にリターン出し続けられるって多分無理ですよね。はい。っていうのがですね、3つ目。コストの分が3つ目ですね。はい。で、最後、4つ目が、仕組み債、括弧 EB 債を購入する意義はほとんどないと。で、これはレポートですね。そのまま原文を使わせて、いただいてます。はい。購入する意義はほとんどないというふうにはっきり言ってますね。はい。というところがですね、はい、仕組み債のまとめでございます。ちょっと最後に大事なんでまとめますと、大事なポイント4つありまして、1つ目が発生頻度は少ないものの大損することがありますと。で、2つ目が、リスクに対するリターンが見合いませんと。
で3つ目が実質コストを年率の換算すると8から 10% 程度に達しますと。で4つ目最後が仕組み債、EB 債を購入する意義は、ほとんどないと、はい、いうのがですねポイントなのかなと思います。はい、ということで、本日は金融庁も認めた金融資産の劣等性、仕組み債といった内容でお届けをさせていただきました。今回の動画が参考になったという方はぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。